奥田民生、奥田民生、奥田民生、1965年5月12日隊は、日本のミュージシャン、シンガーソングライター、ギタリスト、音楽プロデューサー。ロックバンドユニコーンのメンバー。身長171センチメートル、広島県広島市東区尾ナ出身。血液型は B 型。1987年、ロックバンド、 ユニコーンのボーカリストとしてデビュー。大迷惑、働く男、素晴らしい日々など、数々のヒット曲を世に送り出し、バンドブームの長寿とも言われた。バンドは1993年に解散、2009年に再結成。その後、約1年間の充電期間を経て、1994年からソロ活動を開始。以降、ソロ活動の傍ら、女性デュオ、 グフィーのプロデュースや、井上陽水とのユニット、井上陽水奥田民明をはじめとした、様々なミュージシャンとのコラボレーションなど、多方面で活動している。代表曲は、愛のために、イージューライダー、サスライなど。広島市立女長小学校、広島市立二葉中学校、広島みな実高校卒業。中学生の頃に、初めてバンドを結成。当初は、 足でベースを弾いていたが、女の子がキャーキャー言い始めたため、引っ張り出されて、フロントマンになったとされる、インディフ男の履歴書の記述は誤りで、最初からギターですと、宝島社、スマート2018年8月号にて語っている。高校時代には、アーチェリー部に所属、県の新人選で優勝した経験がある。広島電子専門学校に進学後も、音楽活動を継続。 あとに、専門学校は中退。1986年、ユニコーンにボーカルとして加入。同年7月ソニーミュージックのオーディションに合格。1987年、ユニコーンは広島から状況、アルバム、ブームでデビューを果たす。1989年に発表した、ファーストシングル、大迷惑の大ヒットをきっかけにブレイク。以降、働く男。 ヒゲとボイン、雪が降る街、素晴らしい日々などのヒット曲を生み出す。1993年9月21日、オールナイト日本、日本放送内でユニコーンは解散を発表、7年間の活動に終止符を打つ。およそ半年間の充電期間の後、1994年にシングル、愛のためにでソロ活動を開始。同曲は、 ソロデビューシングルにして、自身初のミリオンセラーを達成。1996年、音楽プロデューサーとして、女性デュオ、プフィーをデビューさせる。彼女たちの得意な脱力感、無気力感、気だるそうな立ち居振る舞いが、話題になり、大ヒット。プロデューサーとしても注目を集める。1997年、井上陽水とのコラボレーションユニット。 井上陽水奥田民夫を結成。アルバム、ショッピングを発表し、年末まで活動。浜田雅俊のソロシングル、春はまだかのプロデュースも行い、浜田の番組、人気者でいこう、にも出演した。1998年、ギター一本の弾き語りライブ、一人またたびツアーを行う。2000年、北海道のローカル番組、鈴井の巣、HTV に出演。 大泉洋率いる大泉バンドのデビュー曲、負けイを作曲。2001年、ドリームパワージョンレノンスーパーライブ2001に出演。2002年、東京スカパラダイスオーケストラのシングル、美しく燃える森にゲストボーカルとして参加。シャールと山崎正義との3人によるユニット3人の侍を結成し、北海道のフェスに参加。2003年、 孫コロブラザーズのよ、キングラと4人組バンド、O,P キングを結成し、ミニアルバム、O,P キングを発表。ドリームパワージョンレノンスーパーライブ2003に2回目の出演。2004年、ソロ10周年を記念して、広島市民球場にてコンサート、一人、またたびスペシャル広島市民球場観光、唯一、広島市民球場でのコンサートを実現させた歌手と、 なったまた、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組、OH、マイラジオ、J-Wave、奥田は月曜日担当も12月に、復帰、3月で卒業。2005年、広島球場でのドキュメンタリーにドラマを加えた、映画、カスタムメイド10.30が公開。ザ・バンド・ハスノー・ネームを15年ぶりに再開、アルバム、E をリリースし、フェスにも参加。 同年10月7日、ドリームパージョンでンスーパーライブ20053回目の出演。2006年、3人の侍の全国ツアーを4月から神戸を皮切りに行う。9月には、安倍義晴の40歳記念ツアーに、Z キラと共に参加。また、9年ぶりに、井上陽水奥田民夫を再結成し、12月にシングル、パラレルラブをリリース。 2007年にかけてユニットとしては初のツアーを行う。BR コメのバンドザ・バーブスにサポート参加しザ・バーブス・奥田民生としてフェスなどに参戦。2007年デビュー20周年を迎える井上陽水奥田民生名義のセカンドアルバムダブルドライブを発表。10月24日にトリビュートアルバムユニコーントリビュート奥田民生カバーズが発売。 12月8日には、ドリームパワージョンデノンスーパーライブ2007に4回目の出演。12月14日に、過去のアルバム、ユニコーン時代のコンピレーションは上神髪鮭仕様で、再発。2008年、自身最高傑作と交互するアルバム、ファンタスティック OTQ を発表、1年で2度の全国ツアーに出る。12月8日には、ドリームパワージョンデノンスーパーライブ2008に5度目と、 なるでを果たす。2009年、ユニコーン活動再開。ユニコーンの活動と並行して、夏フェスでは一人はたたび、北海道では一人ポックルとして参加し、また、同年11月公開の映画、僕らのワンダフルデイズの楽、アドバイザー及び劇中華の楽曲提供、主題歌を担当するなど、ソロ活動も精力的に行っている。 7月1日に所属事務所のソニーミュージックアーティスト、ソニーミュージックアーティスト2、略称 SMA 顧問に就任する。また、ドリームパワージョンでノンスーパーライブ2009に出演、自身6度目した。2010年、東京スカパラダイスオーケストラのシングル、流星とバラードに、8年ぶり2度目のゲストボーカルとして、参加。3月より、レコーディングソロツアー、一人カンタビレ開催。 通常のライブとは違い、各会場で新曲の制作を行うレコーディングライブであり、観客の前ですべての楽器を自身でプレイ、レコーディングし、できた楽曲を配信リリースするという企画である。追加公演を含む全10公演、10曲のレコーディングを完了させた。これらの楽曲アートにスタジオでリミックスされ、8月4日にテンスアルバム、オットールとしてリリースされた。 プロデュース業も並行して行い、ヒゲ、ヒゲのシングル及びアルバム、サンシャインの収録曲の数曲をプロデュース。ザ・バーブスへの正式加入が発表され、来日公演に参加。基本、奥田は国内での活動となっているが、2015年に、米ツアーに参加することが発表された。2011年、2004年以来となる、一人、また旅たスペシャルを、広島。 五福島神社にて開催。映画、マイ・バックページの主題歌として、マゴコロブラザーズとのユニット、マゴコロブラザーズ、奥田民を名義で、シングル、マイ・バックページ・ーズ・リリース。2012年、上記の延長として3人による、新ユニット、地球3兄弟の結成、リリースとツアーを発表。2013年、地元、広島にある企業、松田とのタイアップにより、 風は西からリリース。同曲は松田の企業 CMBA ドライバーの CM ソングとして書き下ろされた。2013年5月、岸田茂、くるり、伊藤大地と共にサンフ婦人図としてジャパンジャムに登場した。2015年5月に生誕50年記念ライブ OT50 歳もみ自慢ん50公演を開催。 長年在籍したソニー系レーベルを離れ自主レーベルラーメンカレーミュージックレコード設立を発表。同年11月28日にマズダズーム、ズームスタジアム広島にて奥田民を一人またたびスペシャルマズダスタジアム公演を開催。ライブ中盤にてサプライズ的に広島東洋カープの前田健太、大瀬良大地が登場し、打者に奥田、保守に大瀬良。 当主に前だという形式で始球式が行われた。2016年、スキマスイッチの全力少年をプロデュース、リアレンジした楽曲が全力少年、プラダストバイ・奥田民タのタイトルでリリースされる。奥田のライブ形態の一種、寒い、松本人志から一人ごっつようのものを譲り受けたに、タオルを頭に巻いたいで立ちで、バックバンドは、 一切儲けずアコースティックギター一本で、事務用の椅子座って演奏する。MC では酒を挟み、演奏曲もその時の気分で決められる。通常のライブでは披露することのないカバー、ブラックビスケッツ、タイミング、エキセントリック少年、ボーイオールスターズ、アーエキセントリック少年ボーイ等が披露されるのも、特徴の一つ。百九十八年の、一人、また旅ツアー終了後も、 単独ライブやロックフェスティバで、時折開催されるようになり、2004年の広島市民、球場ライブは、当初は、球場の周辺に住宅地が多く存在するため、騒音問題を懸念した、球場側が難色を示していたが、一人、またたび形式で行うことを条件に開催が実現した。ソロ名義の作品を記載、井上陽水奥畳を、O P,、P、キング、 ザバンドハスノーネームのリリース作品は各記事を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。